ようございます、クルスルナです。はい、今日はですね、私の大好きな大天使エリちゃんとお誕生日ディナーに行きます。イエーイ。エリ氏の誕生日が5月29で、私が5月31なんですよ。だからちょっと2人で合同で誕生日会やりたいねってなって、お店もね予約してるので、まあそこに行くためのちょっと特別な GRWM を今から撮っていこうかなと思います。それでは行ってみよう。はい。どうしよう、ちょっとどうする。しかも私さ、動画撮るの忘れてさ、ベースメイクだけやっちゃったから、ちょっと使ったものだけ紹介します。まず日焼け止め兼下地は、私はこのアヌアのこれを使ってます。からのファンデーションはルビーの陶器ファンデーションかな、陶器肌ファンデーション、これを使ってます。からのコンシーラーは安定のナーズのソフトマットコンプリートコンシーラーを使ってます。そしたら次に眉毛やっていきます。暑っ。今日さ、もともと雨予報だったんだけど、天気いいです、めっちゃよかった。私雨女だからさ、珍しいなって思った。使うペンシルはデジャブのパウダーペンシルアイブロウ、これめっちゃ描きやすい。ちょっとさ、何着る？でも今日ね、モノトーンで合わせようってエリとは話してて、で、私の頭の中でも、まあ、頭の中っていうか、このね、ここにかかってるんですけど、ワンピースを着ようかなーみたいなのを考えてるんですけど、まだ確定はしてなくて、あ、眉マスカラ塗ります。エリは何を着てくるかな、楽しみだね。あの子もとってもおしゃれだから。で、シェーディングはこういうブラシを使うんですけど、あのね、最近このロム&のベターザンパレットの04番、こういう全マットのパレットがあるんですけど、このパレットのこの明るい色をシェーディングで使うことが多いです。で、安定にこんな感じで鼻筋にこういう風に入れたら、この前インスタで見たんですけど、ここに影入れて、このちょっと下にハイライトを入れることで、ここが一番高いところに見せて、強制的にちょっと鼻の位置を下げると中顔面が短縮して見えるっていうのをインスタで見たので、ちょっと今日はその方法でやってみます。ここにちょっと軽くシェーディング。ちょっと下のこの辺に入れる。まあまあ何事も試してみる価値ありということで。ちょっと待って、熱いんだけど、私だけ？私だけっていうか私しかいないか。熱っ。すいません、ちょっと熱かったんで、体育祭スタイルでいきます。ダスティーピンク？でもさ、服装がまず決まってないからさ、コンシーラーペンシル、ブリングロー安定の。いや、でも本当はさ、きっと変なことしない方がいいんだよね。いつも通りのさ、メイクが一番漏れるって分かってんだよ、私も。でもやっぱりこういう時ってさ、変なことしたくなっちゃうじゃん。これを目標にやっていきたい。アイシャドウはくすみ系の色を使いたいんだけど、キャンメイクパーフェクトマルチアイズ04番。この明るい色を一旦ベースで入れます。はい、じゃあ塗っていきます。ちょっと鏡がこっちにあるからさ、見えづらかったらごめんね。おっと、意外といい説あるぞ。待って、めっちゃ理想通りかも。隣のここの濃い色を目尻側にちょっと重ねます。もう重ねすぎるとダークネスになりすぎる気がするから、気持ちって感じかな。いい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 くすみ具合だ。でももうちょっとピンクみ欲しいかも。ここのこの色をこういう細い筆に取ります。まつげの際、下の際に入れます。で、私の目の構造上、こっちに入れちゃうとなんか濃く見えすぎるというか、きつく見えすぎるから、どっちかっていうと私はこっち中心に入れます。こっち。てか眉毛なんか変。まあ、いいや。この黒目の下あたりから、目頭側に。そしたら次、まつげやっていきますね。まつげはもう天才的なまつげパーマをしてもらってて、いい感じのカール感と束感が出てるので、これを活かしていきます。エテセのベース。これを縦にこうやって持って、こういう風に塗って、より束感を出していきます。ほら、すごくない？わかる？この束感。めっちゃいい感じ。そしたら次、アイライナー引きます。ウォンジョンヨ、ドローイングアイライナー、02番、ブラウン。本当にちょっとはみ出るぐらいでいい。まっすぐ見て。若干インライン埋めます。インラインっていうか、本当にまつげとまつげの間埋める感じ。ラメ問題ね。
ラメ乗せる？乗せない？ちょっと乗せる？ね。まあ安定に行くか。からのちょっと目頭。あ、いいんじゃない？こんな感じ。アイメイクは完成。そしたらチークで、チークは私顔が赤み出やすいからここは入れないで鼻だけ入れます。鼻に。あとはもうリップ塗るだけ。服と髪の毛を先にやって、でも私さ、まだご飯食べてなくて、お昼ご飯ちょっとお腹空いたから一旦お昼ご飯食べてくるね。で、続きはちょっとまた後でやりたいと思います。続きをやっていきますか。いやー、髪の毛どうしよう。多分おろしよりアップの方がいいと思うんですよ。髪の毛なんてもうね、秒ですよ。普通にこうやって縛って、最後の縛りを中途半端縛りにします。こうやって、そしたら長いこの毛あるでしょ、この鋭利なこの毛これをなんかこう周りに巻きつけて止めるだけ。そしたらあとは普通に耳の前の遅れ毛を出して、耳の前は S 字になるように、この前髪の流れの毛挟んで、こうなんかこのさっき S にしたここの毛とこうつながる感じで。でもね、私こっちはめっちゃうまくできるんだけど、こっちはちょっと下手くそです。慣れですね。そしたら前髪左右にこう分ける感じで、そしたらちょっとバームつけます。これも別に何でもいいです。いやー、服さー、こんな感じとかどうって思ったんだけど、これね、後ろがリボンで縛れるようになってるんだけど、このブラウスのリボンの部分を前側にして、前にリボンが来るように結んだら、なんかもっとガーリーになって可愛いんじゃないかなって思ったから、一回その着方で着てみようかな。どう、ちなみにこんな感じになるんだけど、可愛い。いい？でもさ、こんな日ぐらいさ、ちょっと挑戦してみたい。オッケー、これにする。やっぱり普段着れないからこそこういう時に着ておきたい。今そう、リップ塗ってないから多分ね、ちょっと変な感じになってるんだよね。一旦ベースでサンローラン。この後エリのタンプレを受け取りに行かなきゃいけないんだけど、そこがもし並んでた場合やばい。で、ナーズ2780番、これ私の大好きなリップ。失敗したくない時はとりあえずこれで。ちょっとポイントがあって、上唇塗る時にこの上の唇のかかとかかにこうやって塗ると、こういうリップに見えるから、でこの唇の上のここにもちょっとこうやって入れる、なんかチュンみたいな口になって可愛い。完成。どう？持ち運び用のポーチにコンシーラーとリップと保湿用のリップと一応ファンデーションも持っていく。でこれアクセサリーつけると多分やりすぎになっちゃうから、アクセサリーは今回はつけない。もうこのでけえリボンで、でけえとか言わない、大きいリボンの段階でもうだいぶインパクトあるから、アクセサリーはつけずにもうこいつだけに頼る。靴下は普通に白い靴下で、カバンがこっちのデカマークジェイコブスか、こっちの白黒か。でもさ、白黒ちょっとガーリーすぎない？これもある、バーバリーの巾着。こっちの方がいい？あ、いいんじゃない、これにしようか。なんかサイズ感もちょうどいいし。財布、ポッツってなると化粧品があんま入んない。いや、いけるか。本当はカメラ持ってきたかったけど、続きは携帯で撮ろうかな。あともうちょっとだけ外で回すからいいんじゃない。あと持ってくもの、あ、香水。香水は私の最近のお気に入り、ルラボの香水を持っていきます。よし、じゃちょっともう時間も時間なので、早速まずはプレゼントを受け取りに行きたいと思います。じゃあ皆さん行ってきます。こちらが映ってる。イエーイ。
嬉しい。お前さんってからイメージで選んできました。あら嬉しい。知ってる、なんかすごい素敵なところが。あ、開けてください。全然何何じゃーん。すごいんだけど。あ、かわいい。クリームでございます。青これ。そう、ネイビー。じゃーん、じゃじゃーん。かわいい。おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。